僕らも今年できるんだけど、結婚僕は早くしたいなっていう。あ、そうなんだ。子供欲しい。子供欲しいですね。なんかすごい好きな人とこうずっと一緒にいれる感じがするじゃないですか。来た、行きましょう。間違ったら黙るね。はい。どっちが早く長くなるか。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。吹き止まない春の風、あの頃のままで。ゆるりと時間させない曲っていうか、全くもちろん上手くしないです。他の女の子も可愛いと思ったことはないけど、自分の嫁が一番可愛いです。それを言える経緯がこんなかっこいいなって。奥さんに言わされてるわけでもなくて、自分の意思で本当に奥さんが一番可愛いって、いまだに一番好きです。いや、経緯みたいな結婚をこんなした方がいいと思います。ここに関しては真っ白で神様みたいな風景だと思います。大好きです。絶対汚れてほしくないなと。芸能界なんて結構珍しい。君だ、変わらない香り、景色、風、違うのは君がいないだけ。ここに立つと蘇る、込み上げる気持ちを見返す。あけるでよね、長い髪してくれないことでまた騒いだり。桜木の真下に語り明かした思い出は俺かけないが、明かしで桜散る頃の出会いは誰、それでも体で体許さなしたて、いつしかお金探したて、桜間を季節に呼び起こす、あの頃ツルツルよけこす。花びら舞い散る、記憶舞い戻る。花びら舞い散る、記憶舞い戻る。聞けばまたこの季節で君との思い出に誘われ。